ハレンさんこんにちは、アカンですよ。皆さんこの赤脳の対策どうしてますでしょうか。もうこの子巨大化することができるんでね、防御力がめちゃくちゃ高いわけですよ。しかもこの子打球効果無効があるんで、リルデッドとかで解除することができひんし、なんなら地面型ギミック無効まであるんで、アイドルアイラのね地面型ギミックで解除することもできないし、縮小無効までついているから、まあ、縮小のラケットとか使ってもね、まあちっちゃくすることができないということで、マジで鉄壁の守りの状態になるんです。まあアスラとか使ってね強制解除するっていうのも一つの手だとは思うんですけど、あの子もそんなねすごい頻繁に特異状態解除するわけではないので、それもちょっとね望みが薄いということで、今回他のキャラ紹介したいなと思います。もちろんまあエレノアリゴリ押すことも可能だとは思うんですけど、もう少しだけ簡単に倒すことができて、まあ、より確実性のあるこのバイスですね。まあこの子は瞬間移動3式を持ってますので、まあ、これで赤の王のねあの低バウンドのスピンとか、あとまあめちゃめちゃ跳ねていくスマッシュ、あれも簡単に取っていくことができて、かつ極限ショットを打つことができるんで、それで決めていくという感じになっております。まあ、ギアに関してはブレスオブラーハ持たして、僕はまあ2ポイント以降にしていて、靴に関しては特典時に回復する系のものをいっぱいつけておりますということで、今から試合見ていってください。どうぞ。2分で知りたいことを解説するちょこっと白手にっていうチャンネル作ったんで、よかったら見てね。はい、というわけで今から1戦目見ていきたいなと思います。まあ、ラケットに関してはレフコスでもいいんやけど、まあ、個人的にはブレスの方が結構おすすめで、まあ、あの子ってね極限ショット打ったら体力の 99% 消費するんですよ。なので体力がねマジでなくなって動けない状態になるんやけど、その後1秒か2秒ぐらいでね体力めっちゃ回復してくれるんですよ。それを SS ゲージに変換して、あの子って SS 打ったら体力回復するんで、まあ、それによってね、まあ、体力管理も楽にしてしまおうという作戦になっております。靴に関してもそれと同じような理由で、まあ、これにしているっていう感じ感じですね。まあ普通に打球ダメージが気になるのであれば、ダメージカット靴に、まあ、さっき言ってたスロットスキルつけてもいいし、まあ、そこは自由だとは思うんですけど、まあ、僕は、まあ、ブレスバイスがいいかなと思って今回こちらにしておりますと。でまあ、あの戦い方はねすごいシンプルで、ずーっと瞬間移動で飛び続ける。まあ、レフコストが飛んできたらちょっと速度速かったりはするんで、その時は早めにラケット振るとか、まあ、それは意識する必要があるかなと思うんですけども、それぐらいでずっとね防御し続けると、まあ、自動返球もまあ押せるんであれば押しておいて、ずっと防御し続けていって、まあ、極限ショットでまあ取られる時も全然あったりはしますけど、まあ、こっちは失点する要素ないのでね、まあ、そのままずっと耐えて耐えて極限を打っていくという戦法になります。ただまああの2戦目の時にね出てくるかなと思うんですけど、カルマに SS 打たれてしまうと40秒間やったかな、瞬間移動できない状態にされてしまったりはするんで、まああのそういう場合は他のキャラを出す必要はあったりするっていうのと、まあまあまあクレイコードなんでクラウディア入れてバイス最強にするでもいいとは思いますけど、ただまあエレノアに勝てないっていうのと、あとまあ最近ちょっとミュウエが増えてきてるんで、ミュウエの対策もちょっとなんて、まあバイスで勝てる人もいるとは思いますんで、まあそれで勝てるんであればいいですけど、僕は戦うの結構苦手なんで、まあ色メロとか、まあおるんであればエレノアとかを仲間に入れてあげると、まあ編成としては強くなるんじゃないかなとは思います。あとまあ気ぃつけることとしては、まあそうですね、3戦目やったからあのめっちゃアウトした試合があってまああのあんまりね角度つけようとしすぎない方が多分いいと思いますよ。もしまあ相手が1回でもなんか飛びつくような感じがあるんであれば、まあ飛びつかしてそっからまあ極限とか反対側に打ってあげればね、まあすごい得点力埋めると思うんでいいと思うんですけど、大概の赤の方って普通にエリア広くて左右振ったところで全部取ってきたりはしますんで、まああのたまに関してはもう全部スピンでその角度つけようとせずに、もうなんかもうスライスとかでもいいですから、ずっと真ん中タップみたいな感じで返してあげといた方が、あのアウトの確率は低くて、あのなんていうの、自分の失点する確率をあの下げることができるんじゃないかなと思いますので、まあその辺はね、あの自分で戦い方とかを生み出していただけるといいんじゃないかなと思います。ということで今からライブ配信中の音声に切り替わります。あ、なるほどな、バイス対策か。でもシャルもバイスで結構いけるもんな。結構熱いよなバイスは今。ただカルマが嫌やな、瞬間移動できひんかったら、この赤道のボレーの猛攻と、あとまあ打ち上げてしまった後のスマッシュと、あの60スピン取りにくいもんな。やべえ、全然決まれへんわ。ちょっとドリンクは置いとくか。それでバイスに変えまして、まあで、これからの保管して極限は絶対決めていくと。でドリンク取る。すごい、何の何もすごいことしていない。 SS 思ったより来るの早かったって意味なんかな、分かる。いいんちゃうこれ。ダメでした。さっきはちょっと、あ、さっきというか、まあ、1回目だけやけどアウトしたんが怖すぎるから、スライスでちょっと粘るわ。スライスでもう左右どっちも振らんようにするずーっと真ん中フリック。やべえ、うわー早い。それは確実に警戒するべきやったな。考えるよな俺。
なるほど、カルマね。瞬間移動で取られへんよな、この子ね。先生打った瞬間に10秒間ぐらいあれやんな。なんか、移動系スキル不意にあったような。やべえ、見えな。あれ着弾でも見えへんくするんやったっけ。じゃあ、バイスが着弾で見えへんねんや。普通に結構ちょっと嫌なんですけど。マジで。普通にピンチじゃんか。すごい。ありがとう。めっちゃ褒めてくれるタイプの人ですね。褒めて伸ばすタイプ。いや、敵やから伸ばさん方がいいと思う、ね。はい、これはラッキーですね。いや、これほんまに、わざと打ち上げれるようになって結構熱いよな。SS 溜まってる瞬間に打ち上げ、大手にスマッシュ打たせて、そっからの、まあ、瞬間移動、あ、今は瞬間移動できんかあれけど、瞬間移動からの奥振り飛炎 SS。まず一枚です。あ、やばいわ。カルマに打たれたらちょっと普通にきついんやけど。うわぁ、マジか。どうしよう。いやいやいや、そんな。いやいやいや。強。激強なんですけど、どうしたらいいんですか、これ。ああ、打てなかった。おい、ええやん。強いですね、これ。思い出してよかったわ。1時間半ぐらいしか経ってない。よろしく。相手、レート3000超えやったね。で、ラケット落としのやつじゃないから、もう私は、この、色目のミラーを、挑んでいくと。俺、色目のミラーはマジで、結構上手い部類に入ると、個人的には思ってるんやけど。そんなことないかも。全然決まれへん。え、相手 SS 打つんかな？打たへんのかな？多分この陣がなくなってから SS 打つかどうかで、ね、お互い悩み始めるんよね、これ。いやー、これはちょっと、しょうがない。アウトです。うん。いや、ほんま、深淵の時代来たぞ。これ、うわー。バイス1大丈夫か、俺。これはさすがにドカン打っといて。エレナは僕も入れてます。もう一度だ。エレナのエアモードで返したとき、弾が曲がるのと曲がらないの違い。あ、あれは、あれなんですよ。特殊状態じゃなかったら、だから SS 打ってなかったりとか、まあ、特殊状態消えてた場合ですね。SS 打ってから、あの子は何秒なのかな ?30 秒ぐらいなのかな立ってたら、あの、エアモードがまっすぐになっちゃうけど、基本的には、まあ、あの、試合の始めはまっすぐですけど、その後は、あの、あれできます。あの、飛炎で来るので、飛炎を警戒して戦っていただけるといいかなと思います。やば。これで取れてしまうんよな。いや、相手レート3000やけど、赤のデバイスに対して勝てるってことなのかな。決まらなすぎんねんけど、どうしたらいいの。ちょっと。でも、マジで赤の王も決めようがないよね。いや、ちょっと打ち上げの時間長いな、マジで。これ極限打とうにも。いやー、今のタイミングは間違ってたけど、まあまあ、よかった。決まって助かったね。よっしゃ。なんかこれも何だったら、これとかで噛んだっけ。あ、なるほどね。あ、ちゃうちゃう、エレノアがスピードタイプのくせに、パラライズ無効みたいなつけよったんよ。だから、幻想ゴールね、おらんかった。やば、何してんねんって感じやんな。これからスピードタイプは、スピードタイプで瞬間移動とかエアモードするキャラは、何幻想ゴールで生きるじゃんと思っていた矢先、そういうキャラクターが出て、またアウトした。きつ。赤の王絶対アウトせえへんから、これもしかしたらあれなんかな。いや、じゃあ俺が攻めるような弾打たへんかったらいいんや。ずっとスライスで、瞬間移動で全部取るってしてれば。え話と違うんですけど。なんでな、なんでそんな私はいじめられてるんですか。いや、でもスライスの方がなんかアウトせえへんイメージがあるから、スライスで返そう。ちょっと変形もう一キーの、はい。の間試合ですね。極限って、ああ、出るわ。こう戦ったらいいのか。こう戦おう。ずーっと。ずーっと単調な。ずっとあれですね。守備的に戦おう。アウトもしないように。ああいうフリークもせんとこもなんなら。やばい。危ないわ。あ、今のでもわざと打ち上げた奥振り飛炎 SS 打った方が決まってた説あるな。これはちょっと確率に殺されたわ。